3月3日は桃の節句、ひな祭りです。皆さんはひな人形を飾っていますでしょうか。今日は家でも簡単に作れるひな人形をリポーターのメロディーがご紹介します。もうすぐひな祭りですね。私の家は日本の祖母がくれたおひな様を毎年飾っているんですが、アメリカにいるとひな人形が欲しくてもなかなか手に入りにくいですよね。そこで今日は折り紙を使ったオリジナルのひな人形の作り方を教えてもらいます。訪れたのはブルックリンにあるタローズ・オリガミ・スタジオ。あーすごい、なんだか子どものプレイルームみたいですね。ここは2011年にオープンしたニューヨーク近郊では唯一の折り紙専門店です。シンプルなものから柄物まで様々な種類の折り紙が売られています。また折り紙教室や自由に折り紙を楽しめるコーナーも設けられていて、アメリカ人の親子にも人気のショップです。今回教えてくれるのはお店で折り紙インストラクターをしている梅沢須磨子先生。こうやってスタジオの中をいろいろ見ていると、例えばこの花瓶ですとか、あと上の方にもあるんですけど、恐竜ですか、あれとかも全部折り紙で作られているんですか。もうこれは祖母やってれば本を見ればできるんです。あ、本当ですか。難しそうにできててもできます。折り紙 for everybody って言ってでは先生、今日教えていただくものはひな祭り、ひな人形ですよね。そうなんですね。はい、ひな祭りですので、あの簡単なおひな様を作りましょう。どんなものでしょう。これはちょっと難しいのですが、ちょっと大きらしく、ちょっと長めのこういう裾を作って、こういうのは私のアイデアなんですけど。すごい細かいディテールがたくさん。でも私こういう結構カンプリケートなものは作ったことがなくて、つるが限界なんですけれども、私みたいな人でもこういうの作れますか。簡単なの、これは難しいですけどね。はい、簡単なのを今日あの一緒に作りましょう。まずは紙選びから。必要なのは1枚だけ。お祝い事なので華やかな柄がベストということですが、自分の好きな色を使うのがオリジナルなひな人形作りの大切なポイントなんだそうです。こう普通の折り紙を持っていないとか手に入らないっていう方の場合は、普通の紙で作っても大丈夫ですか。あ、もうコピー用紙でも何でもできます。では早速作り方を教えてください。はい、そうですね。はい、まず折り紙を三角に折ります。両端の山のてっぺんに向かって折ってから、真ん中でもう一度折ります。そこでできたポケットに指を入れ、四角を作るように折ります。これが袖の部分になります。左右同じように袖を作ったら裏にひっくり返し、上下を逆さにしてから三角を作ります。もう一度、今度は下向きに小さい三角を作れば顔の出来上がり。最後にひな人形を立てやすくするため裏側に三角を作って、ひな人形の完成です。私も先生に教わりながらアレンジとして髪の毛とワンポイントを加えて作りました。完成しました。初めての手作りのひな人形、どうですか先生、初めてにしては大丈夫ですか。大丈夫ですね、よくできてますね。良かったです。でも本当に折り方さえ正しく、こう方向とかを間違わなければ折り方はとっても簡単なので、初めてですがすごく嬉しい、綺麗にできたかなと思います。嬉しいです。では先生ありがとうございました。よくできました。ありがとうございますひな祭りはやっぱりひな人形を飾るだけではなくて、こうして自分で作ってみるのも楽しいと思います。皆さんも今年のひな祭りは作ってみてはいかがでしょうか。はい、折り紙なんて久しく折っていませんが、今年は折ってみようかと思います。先生によりますと、紙の折り目をしっかりつけることがきれいに仕上げるコツだということです。今日ご紹介しましたひな人形と飾り付けに使ったぼんぼりの作り方は Today's iPlus に掲載してあります。